皆さん、こちらは地元永遠の富白文さんです。本日、富さんと一緒に高校の幕府をご案内いたします。朋友们、大家好、欢迎来到我的家乡。哎，伯文，你听，现在是什么声音这么大？这是瀑布的声音啊，因为我们马上就到景区了。今、夏です。黄河の水流が一番最大の時、流れが一番少ない時は春です。黄河とは激しく流れる水が、幅300メートルの川が黄河のところで急に50メートルになりまして、高さ20メートルあたりの段階から落ち込むと、まるで巨大の急須から流れ込む様子から、黄河の名前が名付けられました。这就是我们宜川最著名的民间艺术鹧鸪。高校特攻とは三北民間芸術文化です。すでに4000年以上の歴史があります。高校あたりの田舎では村人たちがみんな特攻の上手な人です。黄河の水が空から来るとは、黄河は我が国では母親の川と尊重されます。黄河は寛大で包容的な木を育成し、さまざまな文化を包容し、輝かしい黄河文化を育み、長い歴史を持っています。黄河、私たちの誇りです。幼い頃から母親の川に恵まれて育ちました。高校の幕府はとても不思議な幕府です。一年中、水量だけではなく、色も変わります。春は水が澄んでいて、夏と秋は水が濁っていて、冬になるとさらに違います。我想问大家一个问题。到了冬天的时候、瀑布的水会不会结冰？冬の高校の幕府は凍るでしょうか？これが冬のここの幕府です。真冬、ここのあたりの水面は氷、氷と雪に覆われ、ある地域は氷が厚く、両岸を結ぶ天然の橋になりました。一番寒い時、氷は両岸より高く、冬の景色は非常に素晴らしいです。イカ切りの旅、高校の幕府の式が見られないんですが、どうすればいいんでしょうか。この大型ユンディ劇場では、高校の幕府の鑑賞時間と空間に関わらず、超リアルで衝撃的な視聴娯楽体験を与え、まるでその場にいるようです。フーさん、残念なこともあります。滝の全貌を見ることができません。这个太容易实现了。景区现在开通了直升机环游壶口项目，咱们游客朋友可以坐上飞机飞上天空俯瞰黄河。高校の幕府で皆様のご来訪をお待ちしております。